スコット・ウェインフェルドマンはアメリカ合衆国ハワイ州オアフ島を変えるア出身のプロ野球選手、右ト左ヒ現在はフリーエージェント。出身はハワイ州だが子供の頃にカリフォルニア州サンフランシスコに移住し、そこで育った。2002年の MLB ドラフト41巡目でヒューストンアストロズからで指名されたが、この時は契約しなかった。 レンジャーズ時代2003年の MLB ドラフト30巡目でテキサスレンジャーズから指名されプロ入り。同年10月にトミー・ジョン手術を受けた。2004年はルーキー級アリゾナリーグレンジャーズで4試合の登板し7イニングを無失点に抑えた。2005年7月28日に A 級フリスコラフライダーズでフェルドマンは9回を抑え。 チームは3投手の系統による完全試合を達成。テキサスリーグ史上を3回目の快挙となった。同年、A 級ベーカーズフィールドブレイズと AA 級フリスコで52試合に登板し、17セーブを記録。8月31日にメジャーに昇格し、同日のシカゴホワイトソックス戦でメジャーデビュー。その後、レンジャーズでシーズン終了までに8試合に登板し、 防御率0.91を記録。シーズン終了後、フェルドマンは、ベースボールアメリカ史から、レンジャーズ参加で、最もコントロールの良い有望な選手と評価された。2006年は36試合に登板し、防御率3.92を記録。8月16日のロサンゼルス・エンゼルス戦で、アダム・ケネディに支球を与えるとケネディがフェルドマンに、突進して、両国入り乱れての乱闘となった。 フェルドマンは6試合、ケネデに4試合の出場停止処分が課された。2007年9月に投球フォームをサイドスローからスリークォーターへ変更。2008年はリリーフから先発に転向。28試合中25試合に先発し、6勝8敗を記録。2009年には17勝を挙げ、一気にエース格に成長。2010年は 前年活躍を受けて4月2日に翌年から2年1,150万ドルで契約延長。シーズンでは開幕投手を任されたが、防御率5点台と期待を裏切った。この年のオフに膝の手術を受け、2011年は前半戦をリハビリに当てた。2011年はセントルイスカージナルスとのワールドシリーズ第6戦では延長10回裏から登板し、 あと1ストライクで優勝というところまで追い込みながら、ランスバークマンに同点打を許し、レンジャーズは最終的に逆転負けを喫した。2012年10月29日に925万ドルのオプションを破棄されて FA となった。カブス時代2012年11月27日に1年600万ドルでシカゴカブスと契約を結んだ。 オリオールズ時代2013年7月2日に、スティーブ・クレベンジャーと共に、ジェイク・アリエータ、ペドロ・ストロップとの2対2のトレードで、ボルチモア・オリオールズへ移籍した。10月31日に、FA となった。2013年12月6日に、アストロズと3年総額3000万ドルで契約に合意し、正式発表された。2014年は、開幕投手を務めた。 この年は先発ローテーション通りに投げ、29試合でマウンドに上り、3.00台の防御率をマークした。だが、勝ち運に恵まれず8勝12敗と負け越した。2015年は5勝もあり、18試合の先発当板に止まったが、2年連続3.00台となる防御率3.90をマークし、5勝を挙げた。投球イニングは、 前年から約70.0イニング減ったが、基本塁打は3本減っただけであり、被弾の割合が上昇した。2016年は一転して、リリーフで登板する機会が増えた。チームを出るまでに26試合に投げたが、先発でマウンドに上がったのは5試合だけだった。防御率2.905勝3敗と高騰していた。 2016年8月1日にルーペ・チャベスとのトレードでトロントブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズ加入後はすべてリリーフで14試合に登板したが防御率8.40と打ち込まれた。レギュラーシーズン2算では自己最多の40試合に投げ7勝4敗、防御率3.97ホイップ1.38という成績を残した。オフの11月3日に FA となった。2017年1月26日に1年230万ドルで新シシナキレッツと契約を結んだ。2月8日に指名投手枠で第4回ワールドベースボールクラシックのイスラエル代表に選出されたが2月14日に代表自体を表明した。シーズンでは開幕投手を務めたが8月に右膝手術によりシーズン終了となった。 この年は21試合先発で7勝7敗、防御率4.77ホイップ。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。約200センチメートルの長身から、平均球速90.4マイルパーアワーのシンカー、平均88.1マイルパーアワーのカットボール、平均76.0マイルパーアワーのカーブの3つをバランスよく投げる喫水のグラウンドボーラーである。 2012年まではシンカーを中心に組み立てられていたが2013年以降はカットボールを基本球種としている。そのため以前よりも脱参進率が向上している。他には左出し相手に平均84.2マイルパワーのチェンジアップ、カウント球として平均90.0マイルパワーのフォーシームを投げる。またごくまでに50から60マイルパワーの スローボールを投げる場合もある。ありがとうございます。